ちゃん。三つ葉、四つ葉、結びって知っとるか？結び？土地の氏神様をな、古い言葉で結びって呼ぶんやさ。この言葉には深い意味がある。糸をつなげることも結び、人をつなげることも結び、時間が流れることも結び、全部神様の力や。わしらの作る組紐もせやから神様の技、時間の流れそのもの表しとる。より集まって形を作り、ねじれて絡まって、時には戻って途切れ、またつながり、それが結び、それが時間。飲みない？ありがとう。次私も。うん、それも結び。水でも米でも酒でも、人の体に入ったもんが魂と結びつくこともまた結び。だから今日の合法能は神様と人間をつなぐための大切なしきたりなんやよ。あ、なあなあ、見えたよ。ここが宮水神社の御神。先は隔離よ。え？あの世のことやわ。あの世や。滋賀に戻るにはあんたらの一等大切なもんを引き換えにせにゃいかんよ。口上酒やさ。口上酒。ご神体にお供えするんやさ。それはあんたらの半分やからな。三つ葉の半分。もう片割れ時やな。片割れ時。涙。